ちゃっていいですよ、言っちゃってもらって、で、あ、ちょっと首とかはあれかね、あんま使わないかな、ここの、まあ、ガラに回しちゃってもね、いいですけど、外す感じ。そうですね、そう。ここが何しろ難しいですよね。ここにまた剣があるから、ね、こっちに骨がある、はい、ササミね、これでササミね、はい、
か手でやる、手でやっちゃったら、ね、包丁が入ってくるだから検査へ来て、そうですね、あと検査へ来て、あとは外して、はい、ついちゃう場合があるんで、そうすると食べると刺さるんで、ここだけ気をつけてほしいんですよ。このあとちょっと触ってもらえれば分かるんですけど、ここに爪楊枝みたいな骨が今こっちについてくるんですけど、こうやって剥がすとこっち中に入った時あるんで、はい、結構爪楊枝みたいな、本当に触ると分かるんですけど、見た目分かんないんで、
が持っとくと手羽先ですね。外側にしてるから、そこの配置ですね。